鹿嶋市で作陶している野村友香といいます。冬場に暖を取った薪ストーブの灰を水肥して釉薬を作っています。燃やす灰の種類によって灰の色が変わるため、灰の色味によって作る釉薬の種類を変えています。作品は手に持った時のしっとりとした感覚の手触りにこだわり、草花をモチーフとした花色が特徴で、筒描き、呉須や鉄絵、彫りなどの技法で作品を作っています。特に俳優の作品は一つ一つ手で彫った文様に自然な釉薬の濃淡が重なり、淡い緑色になって特徴的な作品です。作品を通じて海外の方と交流できることを楽しみにしています。